インドと中国、ロシア産原油の購入を大幅に削減。ロシアの国庫収入が大幅に減少する事態に、一方、ウクライナとの戦争のために兵器を増産することを決定した結果、防衛費が爆増して国家予算の 30% 以上に、いやすっぽいわね。日本で言えば社会保障費並みの割合で軍事費に予算を投入しているとは、ああ、完全な戦時国家だな。世界各国から経済制裁を食らっている中でロシアが兵器の増産体制を構築しつつあることについては、さすがに兵器大国家という感じだが、ここに来てインドと中国がロシア産原油の購入を削減したことで、貿易収支に致命的な打撃が発生した。え？兵器増産で支出が増えたのに収入が減ったってヤバすぎませんそれ。ヤバいな。これによってロシアの財政崩壊にさらに拍車がかかったと言えるだろう。ということで今回は、ロシア財政破綻が加速中、防衛費爆増の結果、史上最低の大赤字にと題し、2023年6月から7月において確認されている、ロシア軍の兵器生産体制や経済問題について解説しようと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。莫大なコストがかかる兵器増産体制を築こうとしているロシアだが、ロシアの財政はとても厳しい局面にある。ロシア経済の前に、まずはロシアの兵器増産体制について見ていこう。アメリカの軍事シンクタンク ISW による7月11日の報告によると、ロシアのショイグ国防相はロシアの国家防衛令に基づき、ロシア軍に供給される武器や装備の量が2022年3月時と比べ、ほぼ2倍の生産体制を築くことになったと発表したとのことだ。特に生産体制の増加が顕著なのが、ロシア産の偵察用ドローンであるオルランテンだ。オルランテンのような偵察用ドローンはロシア軍、ウクライナ軍ともに破壊の数が多いものの活用する頻度も多く、ロシアでは1年前の水準と比べて、53倍もの数をロシア軍に納入する体制を築いたのだという。53倍？偵察ドローンが彼らにとっていかに重要かを物語っているわね。うむ。7月12日には、ノルウェーがウクライナに、偵察用の小型ドローンであるブラックホーネット1000機を供与することを発表している。今回の戦争では自爆ドローンの活躍をよく聞くが、偵察用のドローンも両軍ともに活用しまくってるようだ。また、ロシアの兵器増産体制は戦車の生産においても顕著だ。ロシア軍は2023年2月時点で、工場の戦車開発体制に致命的な欠陥が発生していた。特に問題だったのは、近代的な光学装置など電子機器が入手できなくなったこと。これは西側諸国による経済制裁の結果、もたらされたものだな。なのでこれ以上ロシアは戦車を生産することが難しいと考えられるようになったわけだが、ここ数ヶ月程度で生産体制を改善、ロシアの主力戦車工場である、ウラルバゴンザボードを中心に、鉄道や自動車の開発を全面ストップして戦車の増産体制を確立した。結果、ロシア国内の戦車工場の増産体制は整い、1年前と比較して、T72 や T90 系の戦車の生産量を当時の 3.6 倍ほどの水準に引き上げたとのことだ。うーむ。これは本当に悩ましい。お互いに疲弊していくだけでしかないはずなのに、よくもまあそんなことするわねー。ただし戦車の増産には成功しているものの、以前の動画でも触れたように、西側諸国から輸入していた、一部の貴重な電子機器の開発体制を整えられてはいない。そのためおそらくは今までと同水準のスペックでの量産体制を維持することは、難しいと思われる。とりあえずは質より量、という感じだな。まあ T54-55 を引っ張り出してるのが今のロシア軍ですものねー。さすがにそれに比べたら、最新モデルではない旧来的な T72 や T90 でも十分ね。それ以外にも攻撃ヘリMiG-28の生産数は3倍。6月初旬にドイツ製のレオパルト2戦車やアメリカ製の歩兵戦闘車ブラッドレイを撃破して話題になった。攻撃ヘリカモフ52の生産数も2倍、弾薬の生産数は10倍の水準にまで引き上げていると発表している。すごいわね、いきなり戦車やヘリまで倍だなんて、兵器枯渇が囁かれてきたロシアが、一体どうやってそんな生産体制を整えたのかしら。
ショイグ国防相の発表では、国内の航空産業や宇宙産業の資源の多くを、軍事産業にフルコミットさせていることが示唆されている。なんとも極まった軍事体制に移行しているという感じだな。パトリシア・マリンズ氏はツイッターでこれまでのロシアの生産体制について報告している。そのツイートによれば、ソ連時代以降にロシアの戦車生産体制は崩壊しつつあり、過去10年間で12ものロシア国内の戦車工場が閉鎖されていたという。これは戦車工場を運営する会社が破綻したためだ。しかしロシア政府はこれら工場が抱える負債を今回すべて政府で抱え込み、再びロシアの軍需産業の下で、生産体制を戻すように命じた。未だロシアの年間戦車増産数は数十両程度だが、もし今回の戦時体制のような増産体制が整えば、年間数百台もの戦車、数千両もの装甲車を開発できる体制を整えることに成功するかもしれない。ショイグ国防相の発表した生産体制が本当だった場合、ウクライナは極めて厳しい戦いを強いられるだろう。正直現在の西側諸国の兵器生産体制は、ロシアのそれに全く追いついていないからだ。冷戦が終結して以降、西側諸国は基本的に国家間での戦いは想定してなくて、そのための体制は築いていませんでしたからね。 155mm 弾薬だけ見ても、日本や韓国を含む西側諸国が協力して増産しなければならないほど足りてないという。これに加えて今以上にいろんな兵器を供与していかなきゃいけないとなると、支援疲れがまた再燃してしまいそうだわ。うむ。もしロシアの強行を抑えたいのであれば、西側諸国ももはや準戦時体制とも言えるような増産体制を作らなければいけない、という感じになっている。国家予算の3割以上を防衛産業に充てることを決定した国の増産体制は、やはり伊達ではないという感じだな。これだけ聞くと、なんともウクライナにとっては悲観的にならざるを得ない情報ではあるが、実はこのロシア軍の戦時体制に大きなダメージを与える出来事が、ロシア国内で発生している。それが冒頭でも触れた、インドと中国がロシア産原油の購入を大幅に削減したって件だ。ここからはその詳細と、強烈な軍事体制化に伴って崩壊しつつあるロシア経済について見ていこう。先ほどウクライナや西側諸国にとってロシアの兵器増産体制が脅威である点について話したが、その体制を築くにはロシアも相当身を切る必要がある。当たり前ですけど、軍事産業の増強には莫大な国家予算がかかりますからね。そんな莫大な予算を軍備にかけ続けるためには貿易などで強い経済力を獲得していくか、そうでなければ国民に税金という形で負担を強いるしかない。国民に重税を強いたことで反乱を起こされて国が崩壊した事例もある。反乱までいかなくとも、国民の厭戦感情は少なからず高まるため、これはロシア政府も極力取りたくはない手段だろう。ただでさえ自由ロシア軍などの反プーチン勢力が勢いづいてきていて、プリゴジンによる内乱も記憶に新しい今、さらに国内の不満を高めるような真似はしたくはないでしょうね。うむ。となると対外貿易などを通じて、軍備に回せる資金を捻出するしかない。しかし西側諸国から厳しい経済制裁を食らっているロシアの貿易相手は限られている。その限られた貿易においても、ロシアは致命的な打撃を受けることになった。7月11日、なんとインドや中国に年間数百万バレルの原油を輸送していたロシアの会社が突如破綻したというんだ。ロシアが関係をかろうじて保ててる相手の中でも、特に大国のお二方じゃないですか。なんでそんな国を相手にしてる会社が破綻してしまったの？これはインドと中国によるロシア産原油の輸入量が大幅に低下したことによる影響だ。ロシアの原油輸出量はブルームバーグの船舶移動データに基づく計算によれば、たった1週で輸送量が 30% 減少、今年初めから比較すると 60% 近く減少したとのことだぜ。は？なぜ急にそんな輸入を減らしたんや。それはロシアの貿易政策の失敗に他ならないぜ。ウクライナ侵攻が始まった後もロシア産の原油の売れ行きは好調だった。ロシア産原油が売れていた理由は、なんといっても低価格であったことだ。経済制裁を食らってロシアから買わない国が増えた結果、制裁不参加国に値引きして売らざるを得なくなったんだ。西側諸国とは違う独自外交を展開しているインドや中国はそれを好都合と見てか、これまで以上にロシア産の原油を調達していた。6月2日にロイターが報じたところによれば、今年5月の中国とインドのロシア産原油輸入量は過去最大となったようだぜ。ところがロシアはここで原油の生産量を減らし、原油価格を上昇させるという施策を実施したんだ。まあ取り柄の安ささえ失われたら、わざわざ国際法を犯してる危ない国から仕入れようとは思いませんよね。
ロシアさんとんでもないミスをしてしまいましたな。これは原油価格を上昇させることで戦時体制化に伴う資金獲得を試みたものとも言えるが、そもそも防衛産業の増大化のためにロシアはあらゆる国内産業を衰退させ、あらゆる国内産業の人員を防衛産業に回していることが知られている。そういう現象は自動車産業とか外食産業とか金融業とか、あらゆる産業で見られている現象だった。そうでもしないと人手はとても足りないのね。まあそもそも戦争が始まってから、ロシアでは人が流出しまくってましたしね。エネルギー産業もその割を食った形なんか、そうだな。そこには資金を調達したいという意図の前に、そもそも十分な生産量を確保できなくなった。そういう人手不足的な問題が問題の根本にある。しかしだ、そんなロシアの事情など、中国やインドからすれば知ったことではない。彼らにとってのロシア産原油の最大のメリットである、安さが失われたことは、中国やインドがロシアからの原油の輸入を減らす理由としては十分だったぜ。そして彼らはロシア産原油の購入を大幅に減らし始め、この代わりに仕入れ先として選んだのがイランだった。ロシア産の原油価格が上昇したことで、相対的にイランの原油の方が安くなったんだ。中国もインドも、すでにイランからの原油輸入の増量に努めているようだ。結果、ロシア産の原油価格は大きく上昇したものの、それ以上に原油の輸出関税徴収額が 30% も減少。ロシア財務省の石油ガス収入は、なんと 47% 減という壊滅的数値を記録してしまったぜ。これが特に問題だったのは、ロシアにとって原油の輸出は最も重要な貿易産業であるという点だ。なんと、原油とガスの輸出量低下だけでロシア連邦全体の税収は、12% も減少してしまったんだ。いや、原油の依存度めちゃくちゃ高いわね。さすが世界第2位の原油輸出国と言いますか。ロシアがいかに原油に頼ってきたかがよくわかる話ですね。うむ。原油がなければ、ロシアはとても今の戦時体制を確立できないぜ。ちなみにロシアの貿易構造の急速な弱体化はロシア通貨のルーブルにも影響を与えている。制裁や戦時体制への移行によって順調に進んでいる産業の弱体化に加えて、6月下旬に発生したワグナーグループによる反乱騒動がきっかけとなって、ロシア国民のプーチン政権への不信感も大きく伸びた。これらがきっかけとなってルーブルを外国の通貨に変えるロシア人が爆増しているというんだ。彼らの多くは、ルーブルを中国の人民元に変えているようだ。また中国が美味しい思いをしてるんか。ロシアが戦争をしてくれたおかげで非西側諸国の名士としての地位が、盤石なものとなってますね。すでにルーブルは1年3ヶ月ぶりの低水準となり、資産は減少するのに経費だけ爆増していくというなんとも悲惨な状態になっていると言える。国家の経済力に伴い軍事体制の増強で国が疲弊し、最終的に崩壊したのがロシアの前身であるソ連の歴史だった。ロシアはもはや過去の失敗に学ぶことなく、同じ道をたどろうとしているのかもしれない。戦争を続けた結果、国内が大きく疲弊。覇権国家としての立場を失う、冷戦後のソ連、第二次世界大戦後の大英帝国、戦争の勝敗結果によらず、戦争で国力が大きく疲弊した事例は枚挙にいとまがないですね。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。